はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。11時半を回りました。前場が終わってですね、日経平均は46円安、大したことないですね。ドル円は130に乗せてますね、 130.082 というところでございまして、まあその他はそんなに動きはなしかな。はい、ドルウォン1251と1250に乗せたところでちょっと足踏みを始めたかなという感じですね。さて、そことは違ってですね、ザクザクにこんな記事が出てまして、台湾に電撃侵攻、政権3年目に赤信号の州、政権3期目に赤信号の州主席暴走か、上海閥がゼロコロナ失敗利用し反撃の様相、失脚動画、公文書が流出という、まあ、読みませんけど、もうここのところですね、習近平さん3期目怪しいやんかという話がですね、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃのメディアで記事になってますね。でプラスですね、ウイグル関係の文書がですね、大量な文書が流出しましたね。でさらにこの失脚動画で何年の失脚動画そんなんあったみたいな、ちょっと見てみましょうか。ただゼロコロナはですね、まあ昨日からねあれしてますけども、あれですね、昨日から解放されてますけど大丈夫でしょうかね。あれ失脚動画って何やろ、ようわからん。あのね、ウイグルの関連のなんかえげつない文書がいっぱい出てきましたよね。はい、それはかなり痛いんでしょうけど、なんかようわかりません。はい、いい材料は何もないんです。ゼロコロナやっと上海終わったんですけど、これまた1000人とかになったらまたやるんでしょうかね。もうそんなんね、上海の人たまりませんよ、ほんまに。でかなりこう内部でもですね、衆参に対する反発が広がっているみたいなですね、ニュースが出てまして、長老の一人がですね、あれはあかんでって言っているとかですね、そういう話も伝わってきました。で衆参焦りの色が濃いという感じがいたします。でまあ盟友のですね、プンチーさん、まあ、あの通りあんまりうまくいっていないわけ、あんまりどころちゃいますね、かなりうまくいってないわけですって、それをこうなんかよ、助けるような助けないようなそんな微妙な立ち位置になってますね。で、あのウクのあれを見てですね、欧米系の企業はもしかしたらやばいんちゃうかって逃げ出しかけてるみたいなところもあってですね、まあかなり焦ってるんで、焦った習さんは何をするかと言いますと、台湾に行くんちゃうかというのがこの記事なんですけど、焦った上にこうなんとか台湾うまく出会って、でから3期目突入みたいな、でもそれはないと思います。ないと思います。なんていうか、本島行くなんて大変なことでして、再々言ってます通り、陸続きのね、ウクをね、ロシアがね、わーっと入っていくっていうのは、それは割合簡単ですよね、って歩いてでも行けるわけですよね。まあもちろん車に乗って行くんですけど、ビークルに乗って行くんですけど、海を渡るっていうのはもうかなりハードルが高いからね、まあ多分無理やし、もしそれをやったらですね、その西側からまた経済制裁、またっていうか、まあすごい経済制裁を受けるわけでして、さらに危なくなるんちゃうかという、もう世界経済大混乱になりますよね。だから離れ小島があるんですね、もう本土にへばりついてるような金門島なんてもありますし、もうそれは大砲が届く距離なんですね、昔の大砲が届く距離なんですよ。だからもう見えてるわけですね、泳いででも行けるぐらいのところにある島が台湾実効支配、そんなおとんに行くんちゃうかとかね、あるいはその東沙諸島といいますですね、だいぶ離れた南シナ海の方の島があって、そこも台湾が実効支配してるんですけど、そこも取りに行くんちゃうかとか、まあでもね、それもないと思う、実は私は。まあこれね、こういう記事はね、読まさなあかんから、ね、書いてあるだけだってね、
技術的に不可能ちゃうんかなと。あのこの前遼寧というポンコツの空母が盛んにですね300回、発着艦訓練というのをやりますけど、なかなかやるやんというわけですね。ちゃんとあの空母としてですね作戦能力があるんやということはよう分かります。まああれをもってしてもうですね、ちょっと危険極まりないと思いますね。東沙諸島を取るにしても、あの仮にアメリカ軍が出てきたらね、あのもう一発ですよ。遼寧で、まあ、この前も再々言いましたけど、のうち潜水艦に近づいてて魚雷一本撃ったらそれでおしまいですからね。そんなだからそれを習さん分かってるかどうかですね。だからあの中国のネイビーの方もそんな100も承知ですから、あの張り子の虎なわけですよ遼寧なんて。外洋に出てったら外洋に出てったらそれこそ本当に張り子の虎で、プシンとこうなんか穴開けられたらそれでおしまいみたいなそういうもんであることをですね、まあ周さんが分かってない可能性があるんですね。あの方軍歴もないし、あんまりそっち方面のお勉強もなさっていないんちゃうかなと。もう今のね王はね、あの僕見てもね、そう本当にそのあのいいものを持ってる方が勝ちっていうことなんですね。ただあの性能のいい武器を持っている方が勝つわけな、戦闘ではね、戦術的にはね、なんでそのアメリカ VS 中国とかでレベチですよ、レベチ。だからそれもないと思いますし、まず失敗する可能性が高いのと、それやらかしてしまったらそれこそですね、世界中から非難ゴーゴーを浴びてですね、欧米系企業はどんどん撤退していく可能性がありますね。まあだから天安門あれですね、天安門 2.0 になってしまいます。だからそれもなかろうとは思います。常識的に考えたらありえませんねあの私が習近平だったら絶対しませんね、そんなことね。こんなんなんなリスク高すぎるやん、島一つ取るにしものところで、ましや本島に行ったらですね、失敗する、そのオペレーションが失敗する可能性が大であって、問題したら自分の失脚で済まへんからね、あの国は。あの日本ではね、政治家っていうのは選挙に落ちたらただの人ですいますけどね、向こうはただの人じゃんもうあのプリズンの中の人だったらまだマシな方で、この世の人ではなくなるという可能性がありますから、それもね、一族老頭家族もみんなそうですからね。だからそんな危険は犯せないと思いますから、ないと思います。まあただこういうふうにね、話題にするのはねありかもしれませんけどね。あのご本人が焦るような事象が相当出てきているっていうのも確かでございまして、経済今ガタガタに なっています。まあ、上海のロックダウン解除でちょっとはいい方向に動き出すんかなとは思いますけども、オミクロンってね、そんなんね、 今の東京でも1日2000人ぐらい出るわけでしょ人口2500万の上海でね、ゼロコロナが、オミクロンのゼロコロナが成功するなんてとても思えないほんで人は行ったり来たりしてるわけでしょ。いくらこう規制をかけたところでね、そんな2500万人をガツッとそのお前ら出入りすんなとか言えへんわけであって、入ってくるもん入ってくるわけであってですね、またその数百人とかですね、千人を超えるような規模になる可能性なんて十分にあるんちゃいますか。それでもゼロコロナやってやるんですかね。まあそうせざるを得ないかも分かりませんけど、ますますそうなるとですね、習さん追い込まれていきますね。今もう6月に入ってしまいました。7月に北戴河会議っていうのはあると言われてましてですね、それは非公式の会議なんで、開催したとも、誰が集まったとも、どんなことを話し合ったとも、どんな結論になったとも一切出てこない。ただチャイナウォッチャーたちはですね、丹念に人民日報とか環球時報とかその辺のをですね読みまくってですね、その小さな流れからですね、小さなこの記事からですね、その全体の流れを読むということをなさっているわけであってですね、私そんなのはありませんけども、私はその彼らが優秀なチャイナウォッチャーが書かれた記事を読んで、あそうかって言うてりゃいいわけであってですね、まあ大したもんでもございませんからね。でもそういったあたりで漏れてくるんちゃ
ちゃうんかなと、今年は相当荒れるんちゃうんかなという気もですね。で、あのここに台にありましたけど、上海バスね、このね上海をね2ヶ月もロックダウンしたのはね、習近平がね上海バスを抑え込みたいという意図が明々白々にあったんちゃうんかなという気がしますね。あの上海バスというのは2つ前の江沢民さんという方の派閥なんですね。でこれはなんていうかこう企業系に強いわけ、お金儲け系に強いわけですね。石膏財閥なんていうグループがあって、まあ中国の経済を長らく今でもですねほぼ支配しているのが上海グループ、上海閥なんですけども、ここを抑え込みたいということでですね、上海のロックダウンを実施して長引かせたんちゃうかということで、上海閥相当怒ってるんですよそれはそうでしょう、自分たちのですね富がかすめ取られたわけですから。だからそういったその、まあ、この10年間やってきて、あの人ね恨み買いまくってますからね、習近平さんということは。もう恨み買いまくりですから、そういうね、こう発火材料にはこと書かないだからね、まあなんか変なこと考えてるのかも分かりませんけども、まあそれが実行にさられることはないでしょうと。我々はまあ竹のカーテンの向こう側をこういうふうに垣間見えへんかなとかって、見るぐらいですけども、またこれも楽しいやんという話でございます。特に貼りませんので探してください。ザクザクのですね、台湾に電撃侵攻、政権3期目に赤信号の習近平暴走か、以下上海閥がうにゃうにゃという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。